こんにちは、はるです。今日は新大久保にあるボンジュクっていう韓国のお粥のチェーン店に行ってきたいと思います。結構韓国にいる時も食べたんですけど、新大久保にそれの同じお店があるということで行ってきたいと思います。というわけで今回行くのはこちらの新大久保にあるボンジュク&ビビンパカフェです。韓国にあるのと全くメニューとかも同じちゃんとした正規のチェーン店ですね。お粥専門店って日本はねあんまりないけど、韓国では超有名なお粥の全国チェーン店です。早速入ってみたいと思います。これ自然そのままラテってかぼちゃ、小豆、緑豆、こういうの韓国のとこでは見たことなかったです。孫子みたいな感じなのかな。で、これがお粥の通常のメニューですね。アワビのお粥とか結構皆さん韓国で食べるんじゃないでしょうか。あとサムゲチュ、サムゲタンのほぐした身が入ってるお粥とかですね。で、下見たらねチーズトッピングってやつがあって、チーズとお粥って合うのかなってちょっと気になるんですけど、そもそも韓国のボンジュクにチーズトッピングあったかなって、私ちょっとチーズトッピングしたことないんで分かんないんですけど。で、ここら辺とかはちょっと味が濃いめかな。プルコギとかタコのお粥とかもありますね。あとこれはカプサ青のりと牡蠣のお粥。こういうのはヘジャンガユって言って、二日酔いの時とか、ヘジャンクとかも二日酔いの時に食べるやつなんですけど、そういう系の胃に優しい回復のお粥ですね。そしてこちら、パッチュっていう韓国のお雑煮じゃないや、おしるこ韓国のおしるこですね。小豆のお粥です。トンジパッチュとかいうやつは冬至、寒い時に食べるお粥です。で、下にあるのはかぼちゃのお粥とか緑豆のお粥で、お粥だけじゃなくてビビンパとか、あとトゥッペギとかチゲ系もあったりするんですよ。結構いろんな種類ありますね。エビビビンパとかもある。こちらは石焼きビビンパですね。はい、こんな感じでトッポッキとかもありますね。チヂミとか、あと飲み物あります。パッチョ、はい、お願いします。店内を見てたらこんなやつがあって、まあ、これ準備中って書いてあるんだけど、ハッピーアワー3時から6時までおしるこセットが食べられるようなメニューもありました。あとこれね、塩加減や甘さ、ごま油の量はお好みによって調節可能ということです。韓国のお粥は結構ごま油が効いてるから、もう油っぽいの嫌だよ、本当に最小限がいいよっていう時はごま油控えめでとかね、塩加減もうちょっと欲しいって方はぜひ言ってみてください。来ました、こちらがトンジパッチュというお粥ですね。小豆のお粥です。パッと見おしるこなんだけど全然甘くないです。食事だと思ってください。これ美味しいんだよね。私普通のおしるこよりこういう甘さ控えめで小豆の味が感じられるこの韓国のパッチュ大好きなんですよね。わ、美味しそう。ちょっと全く甘くないから慣れてないとえって思うかもしれないけど、大好きなおかゆです。いただきます。韓国のおかゆはすごい大きいラーメン丼みたいなサイズにたっぷり入ってるから、熱々でねちょっと食べづらいので、小分けにこうやってお皿に移してから食べた方がいいです。最初はめちゃくちゃ熱いからね、やけどに気をつけて食べてください。パッチュクとかタンパッチュクとかホバッチュクにはこういう丸い白玉みたいなお餅がだいたい5、6粒ぐらい入っています。もちもちしてとっても美味しいです。今回はボンジュっていう韓国のチェーン店、お粥チェーン店にお粥食べに来たんですけど、まあ、これね12月の冬至に食べる小豆のお粥パッチュって、でそろそろ寒くなってきたからパッチュ食べたいなと思って今回それを注文して食べております。ちょっとね店内 K-POP とかかかってたり、他のお客さんとかも結構いたんで喋りづらくて、ちょっとすくまでね無音でのナレーションでお送りしたんですけど、
おかゆこれ全然甘さとかなくって、基本的に韓国のパッチュクはタンパッチュクっていうタンがついてなかったら甘くないお汁粉だと思ってください。これは普通のパッチュクだからお砂糖が入ってないです。全く甘くないので、お砂糖くださいって言ったりしたら砂糖を入れて調節して食べることもできます。うん、でさっき見せたみたいにこういうね、わかるかな、この白玉みたいなお餅のお団子も入ってます。私これが好きなんだよね。これホバチュクとかにも入ってます。おかゆってやっぱ食べてると体がポカポカして熱くなってきます。美味しいな。でボンジュクのこのパンチャンとか大体韓国と一緒で3種類出てくるんですけど、まあ、キムチと韓国のりと、あとこのイカの細かく刻んだ塩辛みたいなやつと、トンチミですね、大根の水キムチです。韓国で食べるやつとパンチャンとか大体どこも一緒なのかな。でも確かね、チャンジュリムが出てきた気がするんだよね、韓国のとかはね。でさ、いつも新大久保だったらイケメン通りの方とかに出ることが多いと思うんだけど、こっちは改札出て左側に曲がって大久保駅側に歩いていく方にあるから、私もあんまり来ないエリアだったんだけど、ボンジュクチェーン店いいですね、そのままの味だから。なんかね、ここに来る途中にアジアフードコートみたいな、タイ料理とか韓国料理とかいっぱい入ってるいい感じのフードコート見つけたんで、今度そちらも取っていきたいと思います。駅の左側ってね、あんま行く人多くないと思うんだけど、ちょっと気になるお店多かったです。というわけで新大久保にあるボンジュク韓国のチェーン店のおかゆを食べてきたんですけど、美味しかったです。でもね、今日結構暑くて、最近ではかなり久しぶりなぐらい暑くて、めっちゃ暑くなりました。冬至パッチュクだから普通12月の冬至の時に食べるものなんですけど、ちょっと最近さ、ずっと寒かったから先取りと思って食べに来たら、なぜか今日だけもう上着いらないぐらいあったかいっていう。でもおかゆとかビビンパとかいろいろあって本当に美味しいし、あんだけおかゆの専門店ってさ、なぜか日本にはないよね。なんでないんですかね。私おかゆすごい好きなんだけど、まあ、来ていろいろ食べたりとかしてみてください。で、ウーバーイーツとか出前館とかもやってるから、それでね、結構みんな注文が入ってるみたいでした。基本私も韓国行った時結構ね、風邪の時とかボンジュでデリバリー頼んでよく食べてました。新大久保の駅の改札出て左側に、線路沿いに進んでいったところにあるので、よかったら皆さん行ってみてください。はい、それでは今日はこんな感じです。この動画が面白かったよという方はいいねとチャンネル登録、よかったらインスタのフォローもよろしくお願いします。バイバイ。